そういうところが瀬戸さんを狂わした。あの人元から狂っとるやろ絶対。絶対うちのせいじゃないぞ。瀬戸宮先輩は絶対私のせいとかじゃなく元から狂ってるぞ。あれはそんなちょっとでどうにかなるもんじゃない。生まれ持ったもんだよ。あれはちょっとしたそういう人の何かでおかしくなるもんじゃないから。あれ先天性のものだから。生まれつきのやつ。ライバーさんのボイスを聞こうみたいな企画を多分やったことがあるはずなんだけど、あの瀬戸宮先輩がね、そういう時になんかアンジュさんのボイス、あのその時に聞いてもいいですかって許可をもらったことがあって、そうそう、思えばなんか思えば片鱗はやっぱちょっと思えば片鱗はあったなって。兄さんじのことエッチな目で見てんだ私今気づいたわ。あれってみたいな気持ちになる。もっと普通なら何も思わないんだけど、なんか今回で印象が変わったことによりあれってみたいな。あれもちょっとおかしいやつだったのかってちょっと思っちゃったよね。でもなんかそんなの瀬戸宮さんに比べたら私なんてそんな全然そんな大したんじゃない。しかもさ、ちょっとマシュマロで来てたんだけどさ、あの後瀬戸宮さんが私のその配信について語ったやつがさ、なんかね全部は見れてないんだけどチラッと見たんだけど、その配信の30分ぐらいが私の話だったらしいんだけど、やばくない？ちょっとその熱量で帰ってくるの、ちょっとツンって触ったらボッて燃えるのすごいんだけど。すごい。いやそれは盛りすぎやろと思って見に行ったら、じゃあ40分やばいんよ。やばいんよ、やばい。1時間配信だとしたらもう、いやもうやばいもんな。うん、あの配信面白かった。いやすごいよね、だってちゃんと喋ったことないんだよ。私だって、もしかしたらあの新人さんの歓迎の時とかに同じ場所に居合わせたこととかはあるかもしれないんだけど、長いしね私も入っても、でもちゃんと喋ったことないよ。の中で私について 3,40 分喋れるのはもう狂気なんよ。それならもうコラボできそうやもんな。私がいない状態で40分喋れるなら、私がいる状態でも私が喋んなくても40分は繋いでくれるってことだよね。できそうだわ。何するんだって言ったけど、何でもできそうな気がする。リオン様好きになったきっかけ言ってみろよ。ほら、いや、もともと好きではあったんですよ。ただ意識し始めたのは夢の中で。いやでもあれ、いやこれはでもまあきしょいなとは思ってる。これは本当にきしょい。夢の中でリオン様が出てきて、なんか教室だったんだよ。ちょっともうどんどんなんか夢だからさ、ちょっと記憶なくなっていくんだけど、なんて言うんだっけ、その暗いカーテンの中に、なんでかわかんないけど一緒に入るかなんかして、その時になんかアンジュ好きだよってめっちゃ可愛いだったっけか、なんかめっちゃ言われるみたいな夢。きしょいよな。これ本当にきしょいんだよな。なんなんだろう。それこそ喋ったことないのになんだよな。ちょっとキモいかも。まあいいか。夢でリオン様が出てきたんだけどさ、でなんかね、学園祭みたいな感じだったの。二次三次学園祭みたいな感じで、でみんなんか催し物かなんかがされてたんだけど、なんだったかな。でそれでなんかわかんないけど、暗い布の中に2人で隠れてて、私とリオン様が。で、あ、ここ本棚か。まあいいか。なんか普通の家の間取りみたいになっちゃった。で、そしたらさ、なんかその中でさ、なんか全然本気のやつとかじゃなくて、すごいなんかおちょくる感じでさ、なんかずっとさ、私リオン様にさ、耳元でさ、アンジュ好きだよってずっと言われて、ちょっとやめてくださいみたいな。ね、アンジュ好きだよってずっと言われて、いやちょっと本当マジでやめてくださいみたいな夢を見た。なんかさ、いやもうマジで私その2時3時でさ、こんな初めてだと思うから。それもまあ確かにキモい、まあ、私もキモいよ。あーそうそう、キモいさ、悪いか。あー俺はキモいさ、悪いか、何か悪いことしたか。同じじゃないか。あれなんだよね、自分じゃ自覚ないんだよね、やばいやつ多分。いやでも私はなんか夢を見ただけであって、
どっちも悪くない。そうだよな、悪いとか悪くないじゃないんだよな。いやあれでもさ怖いと思うもん、関わりのない後輩から急に夢に出たってなんか配信で話されて、でも直接言ってないからまだセーフか。いやそれだったらそうか、瀬戸宮さんもそうか。え、いる、え、何、え、何、怖い。うわ出たわ草。アンジュ冷え。いやあの自分も同罪だったから自分を守るために許すというか、全然普通って言っただけであって、全然全然そう寄り添う気持ちはない。やめてもらっていいですか。あの自分を守ったのであって、自分を守った結果この腕の中にたまたま今あの瀬戸宮先輩がいたのであって、今守ったのは自分です。私は突き放すや、いや突き放して、なんかグッてやっとかないと、なんかグッてきそうだろう感じだから、こうちょっとちゃんとしっかり線引きしとかないと。あ、普段アンジュがしてるムーブだからかな、わかるよねちょっとね。いやでもでも別に当たり屋されてるとは思ってない、別に。なんかまた別の何か怖いものなんだと思ってる。なんか当たり屋とはまた、なんか当たり屋されてるわーなんて、そんなおこがましいことは思ってないです。だろう、なんだろう、また別の何か、また別の何か怖いものだと思ってますね。